旧駅舎八和田駅は、福岡県北九州市八幡東区西本町三丁目に、ある、九州旅客鉄道鹿児島本線の駅である。駅番号は、JA22。島式ホーム2面4線を有する、築堤上の高架駅。線路、ホームと駅舎が同じ高さにあり、それらをつなぐ通路と、北口への自由通路が築堤のもとを通っている。ただし、 駅前の道路及び駅前広場はホームと同じ高さにあるため畑には築堤上にあるように見えない。北口側から見ると線路、ホームが築堤上にあることが一目瞭然である。プラットホームと地下通路、地下通路と駅舎を結ぶエレベーターが設置されている。JR 九州サービスサポートが駅業務を行う業務委託駅で緑の窓口が設置されている。 自動改札機を備え、守護家の使用が可能である。旧駅舎は1955年に建てられており、築50年を超えるため、老朽化から2007年1月から解体、新駅舎建設作業が行われ、この間、駅事務所、券売機、改札は、本来の駅舎敷地より西側に建てられたプレハブの仮駅舎に移った。11月1日、 新駅舎でのプレオープンが行われ、かつて同駅に入居していた JR 九州グループのトランドールと同じく JR 九州の参加企業であるドラッグイレブンの店舗が入居したほか、新駅舎は地上5階建て、2から5階は立体駐車場という構造となった。2008年3月1日に正式オープンした。旧駅舎には北九州市立自然史博物館が入居しており、 博物館のある駅として有名であったが、2002年11月3日の北九州市立命の旅博物館会館によって、その使命を終えた。販売業者、当地区券。主な駅弁は、下記の通り。2019年度の1日平均乗車人員は6672人であり、JR 九州の駅としては下曽根駅に次いで、第28位である。 JR 九州及びと、受け北九州によると、近年の1日平均乗車人員の推移は、下記の通り、駅本屋がホーム南側に設置され、駅前に西鉄バスが発着する。駅の約100メートル南側を、国道3号が鹿児島本線に並行して、駅前ロータリーの真下をくぐるような形で東西に、通っている。また駅北側には、北九州高速道路、 東田出入り口が近接している。隣の黒崎駅周辺地区と比較して商業集積度は低い。駅の南側は駅舎が現在地に移転した旧八幡市時代から文化の拠点とした街づくりがされており、周辺には市立病院、市民会館、市立図書館、武道場、大学、国際村交流センターなどが存在している。 1990年代以降、八幡駅前市街地再開発事業により、高層マンションが建設され、沢ビガーデンモール八幡が開業。再開発ビルには、テナントとして、飲食店等がの木を連ねている。駅北側はかつて新日本製鉄八幡製鉄所の構内だったが、敷地面積縮小により、有給地下市再開発が進められており、 大型商業施設も立地している。2008年より、前田祇園山笠が駅構内にて集団産店を行う。駅改札口北口八幡駅の南方の旧、電車通りには、かつて西日本鉄道北九州線の八幡駅前電停があった。1955年8月の八幡駅移転以前は、最寄り手留場は春の町電停であったが、八和駅の移転に伴い、 1955年8月に新駅近くの電車通りに八幡駅前電停が新設された。1992年10月25日の北九州線砂津黒崎駅前間廃止まで存在した。構造は上下線それぞれに安全地帯のある乗降場を備えた2面2線の構造で上下線間の渡り線があり、主に地区法電鉄直通車の折り返しに使用され、 ヤワタ駅前駅の電車も走行していた。1985年10月の枝高線、戸端線廃止以前は、筑豊電鉄直通車は、黒崎駅前やヤワタ駅前へ発着のほか、砂津、戸端方面間も存在したが、北九州本線のみの運用となって、以降は、東低流上が乗り入れ東源となった。 黒崎駅前の折り返し専用料との関係もあり、直通本数の多い朝夕ラッシュ時の東底流上への乗り入れは1992年の廃止まで続けられた。ありがとうございます。